皆さんこんにちは。先ほどミルト・ジャクソンのですね、ザ・ニアネス・オブ・ユーを、2回目のリベンジで録音したんですが、どうも再生音量が今度は小さすぎて曲げがないですね、当時ですね、というふうに感じましたんで、先ほどの再生レベルよりも、アンプ読みで5デシベルアップして、大音量によりはちょっとした中音量の上ぐらいの音量で、もう一度再生してみたいと思うんですが、なかなかあの録音というやつは非常に難しいですね。私あのデジタルが出てくる前のアナログ時代は、もっぱらあれですね、私もあのカセットデッキで、あのテクニクスのカセットデッキ使ってたんですが、あのキャリブレーションなんか一生懸命やってですね、それでFM 放送とかあのLP からの電話を、LINE で撮って録音して、でカセットに入れて、で出張の時に車でカーステでカセットで聞いたりしてましたね。懐かしいです。で非常にあのカセットデッキがよくできてまして、あの録音の失敗なんてのはほとんどなかったんですが、このデジタルの録音ってのは非常に難しいなと思います。あのオーバーレベルとかアンダーレベルに対して非常にシビアですよね。なかなか練習繰り返してばっかりで、この録音機のですね、癖がなかなかつかめません。難しいです。これなんかプロ用のハンデレコーダーって言われてるんですけど、私じゃ使いこなせないのかなとちょっと不安になったりするぐらいです。前の 94N の時はね、そこそこにまあ録音できたんで、ちょっと自信過剰になったのかもしれないです。あのただ低音はこっちの方がはるかによく入りますね、低音域は。まあそれだけを頼りにまだ繰り返して練習 しますんで、すいません、皆さんお付き合い願えればありがたいです。そろそろ再生に入ると思います。Thank you.
はい、終わりました。いかがだったでしょうか。なんか最後の方にテープのつなげ目みたいなこうプツッと音が入ってますね。何なんでしょうね。私の方が悪いのかな、よく分かりませんが、ナイトウィッシュさんどうでしょうか。すいません、これで勘弁してください。